それでは臨時の記者会見を行います。政府は、緊急事態宣言の、対象地域の拡大、これを全国に、拡大をするという方針を固め、現在、諮問委員会に、意見を求めているところというふうに伺っております。本市においては、3月末以降、感染者が増加をしておりまして、専門家会議の開催、また独自のリスクレベルの設定、そして不要不急の外出の自粛など、強い危機感を持って、これまで、このリスクレベルよりも一段上の感染防止策に取り組んできたところでございます。仮に、今回、対象地域が全国に拡大をされた場合にも、この法的根拠に基づいた感染拡大防止策が講じられるということになります。このことはやはり重く受け止め、そして先ほど蒲島知事とも直接電話でお話をさせていただきましたが、緊急事態宣言が発令した後も引き続き県市連携を強化しながら感染拡大防止に全力を挙げて取り組んでいくということを確認をさせていただきました。いずれにしましても、本日のこの諮問委員会の中でどのような議論がなされ、またどのような決定がされるかということを踏まえた上で、今後対応策を引き続き検討していきたいというふうに考えております。ただこうした全国にですね、拡大をするという方針は、政府としてのですね、強い危機感の表れだというふうに、受け止めて、おります。そこでこの感染拡大に向けてはですね、より一層市民の皆様の、この不要不急の外出、引き続きですね、自粛をしていただくということを、強くお願いをいたします。私の方からは以上です。では質問をお受けします。では幹事社からお願いします。西日本新聞です。はい、今日、まだ宣言自体は、議論中ですけれども、今回の方針を受けて、熊本市として、何か独自の支援策、はい、そういったものを検討されるご予定はありますか。ご承知の通り、国のこの緊急事態宣言が対象地域が拡大をしたとしても、法令的には何ら市町村がやることについては変わらないということになっておりますので、従来今まで我々はそのためにですね、独自の専門家会議を設置をしまして、そしてその専門家のご意見に基づき対応を取ってきたということでありますので、今後もその状況をですね、継続をしていくということで変わりはございません。九州で言いますと、すでに福岡県に緊急事態宣言対象地域になっていて、その中でも政令市で言うと福岡市と北九州市、特に福岡市では、店舗の賃料の1割を見ると、でそれに合わせて北九州市も同じような対策を取ろうと、そういう方針であると聞いておりますが、そういうふうなその、経済面での支援策とか、そういったものを検討されるよ。これは昨日の、コロナウイルス の対策本部会議の中でもですね、すでにもう指示もしておりますし、経済対策も含めてですけれども、市民の皆さんのやはり不安をですね、できるだけ小さくしていく、そして雇用をしっかり守っていくということ、この点に関する対策を打つようにですね、検討するようにですね、指示を担当部局にもすでにしておりますので、そうしたことを引き続きやっていくということになろうかというふうに思っております。ここは例えば、財政的な出動があることもあり得る。それは当然対策ですから、我々としては財政のいろいろなやりくりをですね、考えながら、できる限り、熊本市としてできる限りの対策を取っていくということでございます。突然熊本まで、拡大されるということで、はい、想定外
だったのか想定内だったのか。これは想定云々というよりも国の危機意識の表れだというふうに思っています。これはこれだけ狭い国土の日本においてですね、東京や大きな大都市圏でですね感染が拡大をしているということは、これはいつ地方の方に、これが広がってもおかしくない状態、要は日本全土がですねオーバーシュートの状態になってもおかしくない状態であるというふうに国の方もですね危機感を非常に強められているというふうに思います。これは特に最近首都圏東京都を中心にですねもう感染源が感染経路が不明の感染者の方がもう3桁というですねそういった状態になっているということを考えると、これはこうしたことがですね全国の方にもですね及んでくるのではないかなということで、この特措法をですね検討される中ではですねそういうふうに感じておりました。ですので実は私の方から緊急事態宣言が発令をされ、もしこの熊本市も対象、熊本県内ですねもう対象になった場合には熊本市としてどういうことを、まあ、権限としてですね与えられ、そしてどういうことをしなければならないのかということについて、その時点で実は副知事や副市長の方にですね整理をさせておりまして、まあ、そういったことについては我々も、もうすでに想定をした中で今動いているということでございます。で、まあ、この法に基づくという意味では、この特措法の33条の2だったですかね、33条の2かな、だったと思いますが、この市町村長はこの法に基づいてこの対策本部を設置するということになってまして、これはもうすでに、この法に基づく対策本部を熊本市としては設置を進んでいます。ですのでこれはもう先週の段階で移行をしました。もともと1月の27日に、27日だったよね、27日が最初に対策本部を設置をしたわけですけれども、それを法に基づく対策本部に移行したというのはもうすでに先週の段階で移行をさせていただいているということでございます。あとはやはりこの緊急事態宣言の中で一番重要になってくるのはこの医療崩壊を招かないということはですね、非常にここは強くやっていかなきゃいけないことであって、でこれはですね県に、まあ、かなり大きな権限が与えられています。ですのでこれは知事とも今日お話をさせていただく中で、この医療崩壊をですねやはりしっかり守ら、まあ、招かないようにですね、対応を県市連携を深めながらですね取っていきましょうということで、県の方にも随分調整をしていただいてですね、そういった病床の確保、こういったものも今進めていただいているところです。34条ですね、ごめんなさい、はい、失礼しました。先ほど福岡市、北九州市と政令市を挙げましたけれども、例えば行橋市だとか飯塚市だとか、うん、そういったところも休業に応じた支援金だとか、はいはい、応援金みたいなものも一部されているんですけども、うん、はい、今の段階ではそういったものはないという、今まださまざまなそういう他の自治体のですね状況動向も見ながらですね、我々の財政が許す中でですねどういったことができるのか、そして一番効果的なことが何なのかということを今検討しているさなかです。ですから今月中ぐらいには大まかにですねいろいろな方向性というのは出てくるのではないかなというふうに思っています。で今急がなければならないのは特に、まあ、医療の部分で感染拡大防止のために皆さんに自粛していただくということ、そして医療の分での体制をですねしっかり構築して、仮に重症化した患者さんがですね増えてもきちんとそこが守られるようにしていくということ、もうここがもう最優先であります。ですからここに今全力を傾注をしている状況ということです。それと同時に、皆さん自粛をしておられて、そして、資金繰りの面とかそういったものが
悪化をしている、非常に困っているというようなことに対しては、もうすでに、緊急対策をですね、熊本市としても第1弾、第2弾、第3弾ということで、出して打ち出してきておりますので、その範囲の中でですね、今対応をさせていただいている。そしてそこに加えて、今県の方、ごめんなさい、国の方でもですね、各、それぞれの給付金の話が今出てきていますので、まあ、そういったことも今から出てきますでしょうし、他の自治体がいろいろな補助であるとか助成であるとかいろんなことを今検討されてますので、今我々は少し先取りして第3弾までこれまで対策を打ってきましたので、その状況を見極めながらこれから対応を取っていくというふうに考えているところです。もう一つ、福岡市は医療機関に対しても40万とか600万、そういったものを出して、はい、医療崩壊を招くためにという対策を取られてますけれども、はいはい、事業者ではなく医療機関に対しての給付だとか、うん、そういった部分については今いかがですか。医療機関への対応についてはまずですね、今一番足りないのが物資です。医療物資をどうするかということであります。ですからマンパワーできちっと応援をいただくようなことは今各熊本市の感染症指定医療機関に対してもですね、他の病院からのいろいろな支援というのがあっておりますので、マンパワー的にそういったことで支援があっておりますが、その現場から聞かれるのは、例えば N95 マスク、こういったものがもう本当に間もなく底をつきそうだというような状況にあるということでありますので、ぜひ市民の皆さん、あるいは企業や団体の皆さんでこうしたものをお持ちの方にはですね、提供していただきたいということを改めて呼びかけをさせていただきたいというふうに思っています。そして、まあ、医療従事者に対してもですね、十分やはり、頑張っておられることに対してですね、福岡市あたりでもですね、いろいろな手当てをされるというふうに伺っておりますので、まあ、そうしたことも参考にしながら今内部的に検討をさせていただいているとこういうことでございます。はい、先ほど蒲島知事とお話をされたと伺いましたけれども、はい、医療の他にはどういうことを。まあ、基本的には県と市、まあ、そんなに長時間ではなく、知事の方も何か会見というかをされてされるもう直前だということもありましたので、電話でまあこういうふうになった。でこれがまあ国の方からどういう形でですね、言ってこられるかっていうのは内容がまだわからない部分はありますけれども、まあ、仮に拡大された場合にはやはりこの県と市とやはり連携しながら、特に一番重要なのはこの医療の体制をですね、しっかり守っていくということが重要ですので、まあ、そうした点も含めて、まあ、今まで県市の連携を深めてきましたので、まあ、さらに今まで以上にですね、緊密な連携を取っていきましょうということでお話をした、まあ、こういうぐらいでございます。はい、じゃあ記者会見します。はい、どうぞ。政府の強い危機感の表れという表現でしたけれども、うん、その広げたこと自体は評価されているのか評価されていないのか。これだけ全国で、感染者が増加をしているという今の現状を鑑みますとですね、やはり早い段階でもっと、強い、対策をですね、やはり政府として打つべきだったというふうに多分思われてるんではないかなというふうに思っています。私も実際にはやはりこの首都圏や、全国各地のその、まあ、今かなり感染が拡大している地域の状況を見ますと、もう少しやっぱり早い段階でのですね、そうした危機意識を発していただく必要があったというふうに私自身は思っていますので、そういう意味では今のタイミング、特に、若干踏み込んで申し上げましたけれども、やはりこれは強い危機感を持ってですね、出していただくということは私は評価に値するというふうに思っております。個人的にはもう少し早く出していただいてもよかったのではないかというぐらい、今の感染の広がりはやはり深刻であるというふうに私自身は厳しく受け止めているところです。はい、いろいろ今準備されているのは分かるんですが、まず
今のところ市長が口にされているのは、その夜の終わった接客を伴う店に関しては休業を呼びかけてらっしゃる、うん、はい、まあ自粛です、それ以外で、他のところに休業要請をされるのか、はい、それともそれは県知事の、要請待ちなのか、そこはいかがですか。まあ、皆さんも法律で読まれていると思いますけども、法の36条に規定されているのは、市町村長に与えられている権限というのは、この知事なりですね、に、総合調整をお願いするというような権限しかありません、現実実際に。ですので、自粛の要請というのも、お願いベースの話しか私どもにはできないということでございます。ですので、これは知事のご判断を今の状況を踏まえてですね、考えていただくということを申し上げると。で、他の自治体で独自にということで、まあ、法に基づかない形でというふうにやられていることも、これは基本的には私が申し上げている自粛要請をしているということと何ら、まあ、法的な意味というかは変わらないものだというふうに私自身は思っていますので、まあ、もちろん強い危機感を私もこれまでですね、かなり再三再四この、記者会見でも申し上げてきておりますけれども、やっぱり熊本市の現状を考えると、特に熊本県内の中でも一番、都市圏で人のやはり集積、それからいろいろな商業施設やいろいろな事業所の集積も非常に大きい、ところですから、やはりそこに対しては皆さんにですね、自粛を要請をしていくということ、まあ、先ほど夜の街にということは、昨日専門家の皆さんからもいろいろなお話があった中でですね、自粛をぜひお願いしますということで申し上げたところでありますけれども、全体的には当然、その今感染を広げないという意味ではですね、全体的にいろいろな事業所の皆さんに対しても、まあ、テレワークのことであったりですね、出勤をできるだけ抑えていただくとか、まあ、そういったお願いベースのことをですね、要請をするということ以外にはできないというふうに思っています。商業施設とおっしゃいましたけども、じゃあ商店とか商業施設に対しても自粛をお願いしたいということですか。基本的にはもうすでに経済団体の方には私の方から文書をもう発出をさせていただいております。これは4月7日の時点だったというふうに私自身記憶してるんですが、ですからそういうことでその範囲の中でですね、お願いをしているということ。そしてあともう一つはやっぱりここまで国の方がやはり全国的にですね、この範囲を広げられるということになれば、やはりそれはそれぞれの企業の皆さん、あるいは商店に関しては特に流通の部分に関して不安を出さないということとですね、やはりそれから食料であるとか、やはり日用品であるとか、必要生活必需品ということに関してはやはり皆さんそれぞれ感染対策ともいろいろされているとは思いますけれども、やはりここはやはり市民生活を守っていくというところでの最低限のですね、ことはぜひお願いをしたいというふうに思っていますが、まあ、それ以外の部分に関してですね、不要不急といいますか、とにかく今、できるだけ接触を増やさないというような面では、商店であろうが企業であろうがですね、ぜひ最大限の努力をしていただきたいという、まあ、こういうお願いをさせていただいていると、まあ、こういう理解をしていただければと思います。はい、どうぞ。先ほど県知事の連携深めると言われましたが、先日発足させた県知事連絡会、これは明日にでも開くとかそういった予定はないですか。県知事連絡会、連絡会ですね。今、まだ、その段階の話はまだしておりません。とにかく国がまだこれご承知の通り今議論をされている最中で、まだ国会にすら報告をされてない状況でありますので、まあ、そういう意味では今ニュースが入ったということで皆さんにですね、コメントということでありましたので、こうやって記者会見させていただいておりますが、今後は十分この県知事連絡会はやる可能性があるというふうに思っております。はい、どうぞ。
まあ、これまで市は1段階高いレベルで対策を取ってきている中で、はい、まあ、仮に今夜緊急事態宣言が出された場合、はい、市民の生活とか明日の朝から何を気をつければいいのか。基本的にやはり連日申し上げております通りですね、外出自粛をしていただく、そして今までの行動をもう一度皆さんに見直していただいてですね、まあ、例えばそういう、出勤であるとかそういったこと、あるいは企業活動についてですね、皆さんも、ぜひ、検討していただいてですね、在宅で、勤務できる方にはぜひ強く在宅での勤務をお願いしたいというふうに思いますし、どうしてもやはり、お仕事の関係で出なければいけないということであれば、やはり3つの密を避けていただく、そして、できるだけ人との接触をですね減らしていただくような努力をしていただくと、もうここに尽きるかなというふうに思っております。はい、どうぞ。その中で熊本市として県に休業要請、特定の業種に限った休業要請など要請働きかけを行うということはあるんでしょうか。先ほど、県市連絡会等をですね開催をするということも視野にこれから県と調整をしていきますので、政府の方の本部の方が開かれて、そしてそこで決定をされた後にですね県とは調整をしていきたいというふうに思っています。基本的にはですね今我々が求めていることについてもですねやはり企業の皆さんにこういうことを今お願いをしている、しかしそれがどうしても人との接触が非常にやっぱりこう増えていてリスクが高まると、このリスクレベルがさらに上がるようなことはあってはいけないので、まあ、そういう意味で、この熊本の方にもですねこの特別措置法に基づく緊急事態宣言のこの範囲が拡大をされたということになればですね当然知事にもそういった意見具申を行うことはあるというふうに思っております。はい、どうぞ。熊本市のリスクレベルでいうとまたレベル3警報ですけれども、はい、これがこの緊急事態宣言の拡大と、どうリンク、これは変わらないです。あくまでも我々は今の実態、この熊本市内での感染者の拡大状況、それから、いわゆるリンクなし、感染経路が特定できない、患者さんの発生状況、それから新規の感染者数、こういったものでリスクレベルに応じてやっていくということでは変わりません。ただ国の方で、またさらに、専門家会議なり何なりでですねその辺の範囲の見直し、今は3つの段階ということになっておりますけれども、それが見直されるということになればですね再検討することはあるとは思いますけれども、現段階ではこの今我々が今の熊本市の状況をですね踏まえて設定したこのリスクレベルに基づいてですね対処をしていくということで、そこは変わりません。ですから一段高いこれまでも対策を取ってきてますので、そういう意味では今回その国の方の緊急事態宣言というのがそこにちょうど同じようなレベルにこう来たというような気持ち的にはですね認識をしているということでございます。はい、つまりその東京や大阪や福岡と同じであるかというと多分この状況は違うと思うんですね。はい、そうです。そこをこう、市民として見る上での指標としては今の熊本市のリスクレベルはこれからも生きていく。そうです、そう思ってます。ただ今回この緊急事態宣言を全国に広げる意味というのは、先ほどちょっとテレビで、厚生労働大臣あるいは、西村担当大臣の方の、ご発言を聞いておりました。この諮問委員会に対するですね、その中でやっぱり聞いていて一番危機感があったのはこのゴールデンウィークの期間中に全国各地で人がまた動いてしまったら、せっかくここまで我慢してきたことがもう無駄になるというですね、そういう危機感が非常にあるんだなというふうに、
私は読み取りました。ですので、そういう意味では、このゴールデンウィークというですね、まあ、期間にですね、おいても皆さんには引き続き自粛をしていただくということが必要であり、そのことがですね、一日も早い収束につながるという、この政府の判断、国の判断ということで、私としては受け止めているところです。市長の昨日の発言もあって、夜の街はだいぶ少なくなっているんですが、お気づきだと思いますけれども、昨日今日と天気も良くて、はい、気温も高くて、下通り飲み通り人が増えてますよね。この状況を見て何か感じられることは、もっと自粛していただきたいというですね、気持ちを持っています。昨日実はテレビ番組の方にも出していただいてですね、その中継のカメラでの映像を見てですね、ああこんなにまだ人がいらっしゃるのかというふうに思いましたし、また今日もちょうど通りを通って、車の車窓からですけれども、今の街の状況をですね、繁華街の状況を見ますと、やはりまだ人が日中ですね、出かけられていると。ですからこれもやはり最低限の状況にしていただかなければ厳しいなというふうに思っています。つまり感染者が、まあ、今日の時点ではまだその今は感染者この熊本市内で今日の段階で発生をしてませんけれども、やはりこれが今我慢をしなければ、そして天気がいいからといって出かけてしまえばですね、またこれは長引く、自粛なりなんなり収束が非常に長引いてしまうというですね、そういう危機感を持っておりますので、ぜひ市民の皆さんにはこの国の範囲がこの 法に基づいたですね、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大された意味というのをですね、ぜひ重く受け止めていきたい、いただきたいと、まあ、そういうふうに思っております。やっぱり魅力的なお店が開いてるんですよね、街で、はいはい、これが今後ひょっとしたら閉まるのかもしれない、はい、この知事の要請に従ってですね、はい、その時この熊本市として何ができるのかっていうところを、うん、はい、当然そういうことも考えていきます。だからやはり皆さんそのお店を開けられるというのはやっぱりその、売上であったりですね、その従業員の雇用であったりですね、そういった経営面での不安が非常にあるというふうに思います。ですからこの経営者の皆さんの不安を払拭していくということ、そして、一定程度ですね、その経済に悪いインパクトを与えないように我々として全力で対応策をですね考えていくということ、まあ、そこをしっかりしていく必要があるというふうに思っております。独自の支援策について積極的に検討する、うん、今積極的に検討している状態だというふうに考えていただければいいというふうに思います。もちろんそれが例えば福岡市のような100億円ぐらいの規模のものということは熊本市の今の財政状況からしてもそれは直ちに考えられることではありません。ただそうやって皆さんが少しでもやはり安心していただけるように、そしてよく要望をですね今聞いてるところです。ですので一番大事なのはそのやっぱり本当にニーズに合った対策を行うことでですね、この例えば対策の効果が、その額の規模というよりもですね、やっぱ効果がやっぱ生まれてくるというふうに思いますね。それは昨日私も経済担当のセクションの、幹部にもですね、そういう指示をさせていただいておりますので、十分話を今、聞かせていただいて、市民ニーズにお答えさせていただく、まあ、こういうふうに今しているところです。はい、NHK さん、検討して大まかな方向性が出てくるのではっていうふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、うん、その今月中には何らかの新策だったりとか規制の打ち出される予定というまだ、まあ、もちろんその、議会の方にもですねいろいろご相談も申し上げなきゃいけません。ですので今までの取り組みの状況、そしてその、対策の、成果といいますか経過、こういったものを踏まえてですね、早く出すタイミングのものは早く対策を打ち出していきますし、月末というのは全体的なその今経済対策も含めて今まで第3弾まで実は
出してきておりますの でこれがしっかり効果が生まれるかどうか生まれているかどうかということを見極めて次の第4弾という形になろうかと思いますので、大まかな時期としてその今あの休業を皆さんしておられるとか例えば自粛をしておられるとかという方々の今声をずっとお聞きしてますので、そういったものを踏まえて効果的な対策が打てるのはそのぐらいの時期に全体のあのものが見えてくるのではないかなというふうに思っております。ここはあの事務的にいろんなことを急がせて今おります。今まで第3弾されてましたけど第4弾を何らか、まあ、まとめて今月中に出される予定だ。そうですね、まあ、今そのくらいのスケジュール感でやっているということですね。もう少しかかるですかね、5月。そうですね、まあ、今でもそのぐらいの感じではやっております。つまりあのなかなかその、まあ、皆さんとしてはその何月ぐらいまでその出すという言った方がそのニュースとしてはなかなかなりやすいと思うんですが、あの申し訳ないですけどそこがやっぱりもう事務的にいろんな作業を詰めて、そしてやっぱり本当に効果的になるためにはですね、ちゃんとした制度の慌てて制度を作ってですね、この2点3点するということではなくてやっぱりしっかりこのご意見を踏まえてですね、あの出していくということがやっぱり効果があるというふうに思っておりますので、まあ、時期について今あのなかなか明言はできませんけれども、おおむね目処としては今月中にですね、には今月のうちにはですね、何らかの対策、一部であってもですね、あのそれは出させていただきたいというふうにいう気持ちで今作業を進めているということです。まあ、今月中というのはあと2週間しかもうありませんので、ただまあ議会等にも十分ご説明をする必要もあるという、まあ、こういうことでございます、はい。それからあとは国の対策が実はちょっと見えてないところがあるので、こことの整合もしっかり取る。それから財源についてもですね、やはり国の方がこれだけ全国にこの緊急事態宣言を対象範囲を広げられたということであれば、当然そこに対しては何らかの検討がなされているというふうに思っておりますので、そこに対しては政府の強いリーダーシップに期待をしたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、それでは、これをもちまして視聴者会議を終了します。いや、どうもありがとうございました。